こんにちは、粟田洋介です。今日はキャンバスをボックスフレームに入れる方法を紹介いたします。これはちょっと前に動画で描いた絵なんですけど、こういう張りキャンバス専用の額っていうのもあるんですが、今日はこのボックスフレームですね。作品とガラスとの距離がかなり取れるフレームで、この厚みのある張りキャンバスを入れてもガラスに当たることなく額装することができます。はがきサイズのキャンバス用の既成サイズの額があるのかどうかちょっと私はわからないんですが、でもボックスフレームにはこのキャビネという既成サイズがあります。はがきサイズは10cm×15cm、 キャビネっていうのは 18cm×13cm なので、この大きさがかっこよく入ると思います。では額装する方法なんですが、こういう厚手の紙に、これはイラストレーションボードなんですが、これにキャンバスを貼って、それでこの額に入れます。このイラストレーションボードの裏と表、こっちがなんかミントグリーンみたいな感じの色ですね。で、こっち側はライトブルーですね。どっちも合ってるんですが、こっちの方がなんか温かみがあって落ち着くかなって感じ。こっちはちょっとクールな感じで、これはこれでいいなと思うんですが、こっちはこのグリーンがパーってね、広がった感じにちょっと見えるので、今回はこっち側の色を選びます。で、紙もちょっと切ります。こっちがだいたいここと同じぐらいなんで、この長い方ですね、ここを切ればいいわけですね。ここが18なので、ここで切れます。それでここにぴったり入ればいいわけです。では今度は長さを測ります。この長さ 18cm×15cm なので 3cm ですね。 3cm の半分は 1.5cm なので、真ん中に置くとこの間が 1.5cm×1.5cm ということになります。なのでこの端に 1.5、 この 1.5 って印をつけます。で、反対側も同じように 1.5、 1.5 と印をつけます。するとこれが真ん中になるわけです。さて、それからこれは私が考えた方法なんですが、ちょっとポイントが机の端に置くんですが、イラストレーションボードをちょっと端にこうやって出します。その理由は後で話します。ここが10cm の 3cm なので、こことここの間も 1.5、1.5 にならなければなりませんね。これをこういう風に当てて、これを 1.5、1.5、真ん中、ここにぴったしくっつけるようにします。そうするとここが平行になるので、ちょっとおかしいと思ったら、だいたい目分量で真ん中を決めます。こんなもんかな？だいたいぴったし真ん中になるので。これを端にした理由は、こう、しっかり持って、で、これを逆さまにします。その時に、このキャンバスとイラストレーションボードがずれないようにします。ここにマスキングテープとかを貼ってもいいと思いますが、ちょっとマスキングテープが見当たらないので、このままこういう風にします。ずれないように、慎重に、ずれてないと思います。そうしたら、で、今度はプッシュピンを4つ用意します。で、木があるところをこういう風に手探りで見つけて刺します。この辺かな。で、4箇所刺しました。そうしたらこれは動かなくなります。まっすぐですよね。で、ここにネジを打っていきます。こういう感じの画鋲でピッて刺しちゃうといいと思ったんですが、そういう画鋲だとこの部分が残っちゃうんで、このところに傷がついてしまいます。なので、なんかもう一枚紙を乗せるとか、保護のなんかつけるとかして傷つかないようにすることもできるんですけど、ここの厚みですね、この厚みが増えてしまうので蓋が閉まりづらくなってしまいます。この額だと、これとイラストレーションボードの高さでギリギリぐらいなので、画鋲が飛び出たところの高さが出てしまうので、ここもまた高さが出てしまいます。なので、この木ネジを使います。釘でもいいんですけど、ネジにします。で、これを1個外します。
ピンのいいところはここで固定されているし、しかももうここに穴ができたのでこれが安定します。で、ここをネジで、入れていきます。これがね、ホーチキスのところに当たってたのでうまく入ってきませんでした。これなら入っとくかな。で、くっつきました。したら今度は額を、これを外してここに額に入れます。で、完成です。まっすぐ綺麗に入りました。これ長さ15センチなので5センチぐらいのところに印をつけて、で、完成です。後ろにこれがつきました。ここに後で紐をつけます。このマットの色もキャンバスの位置もうまい具合にまっすぐ入りました。ということで、今日はボックスフレームにキャンバスを入れてみました。このボックスフレーム、はがきサイズにはキャビネっていうサイズですね。それがおすすめの大きさです。で、F0 サイズのキャンバスはインチサイズっていう大きさのボックスフレームに合ったサイズだと思います。あと SM サイズっていう F0 より大きめのキャンバスですね。 A4 サイズがおすすめの大きさです。それより大きいキャンバスになるとちょっとよくわかりませんが、まあそんな感じですね。皆様はキャンバスをどんなフレームに入れてらっしゃいますか？よかったらコメントで教えてください。ということで、今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録をいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。